コンマースは、日野自動車が過去に生産していたキャブオーバー型ワンボックスカー。1960年8月に PB10 型発売。キャブオーバー車では珍しく、日野、ルノー 4CVO から発展した GP10 型 836cc28PS エンジンをフロントに縦置き搭載する前輪駆動方式を採用した当時としては先進的なモデルである。 ルノーにも1959年に発売されたエスタフェットという同様の構成の商用車があるが 4CV のノックダウン生産を通してルノーの技術に理解を深めていた当時の日野が似通った発想を持ったとしても想像に固くないしかし日野とルノーの間でエスタフェットに関する技術供与契約は行われなかったばかりかルノー側から エスタフェットに似せないようにとのクレームを頂戴し、設計を変更した箇所もあるという。モノコックボディとトーションバースプリングによる四輪、独立喧嘩の採用で、FR、はしご型フレームに重ね板ネと固定車軸の組み合わせであった他車に比べ、非常に床が低く、広い室内と良好な乗り心地を確保している。さらにユニークな点は、ボディパネルのプレス型の材料に、 コストを抑えるためコンクリートを用いたことで、これは思考的少量生産モデルならではの試みであった。バリエーションは 500kg 積み、ライトバンのほか、10人乗りワゴンと11人乗りミニバス、病院車もラインナップしていた。技術的には極めて進歩的な設計で、スペース効率にも優れていたが、 出力不足と積載時の前輪の過重不足による動力性能の難、さらには前輪駆動車の生命線とも言えるドライブシャフトの駆動ジョイントに消耗に弱い簡易式で完全統足でもない L 型ジョイントを使っていたことによる耐久性と振動面の弱さなど未熟な弱点を抱えていた。その後、エンジンをコンテッサ900用の GP20 型 893cc 35PS へ変更し、形式も PB11 型へと変わるが、根本的な出力不足を解消するには至らなかった。駆動力や耐久性ではるかに勝る、単純設計の後輪駆動車が主流だった。当時の市場では、売れ行きはあまり貫らしくなく、コンバースは1962年10月に生産を終えた。 フルキャブオーバー型の日本製自動車としては、おそらく史上初の前輪駆動車であった。これ以後、日本でフルキャブオーバー前輪駆動を採用した事例は、唯一、1972年発売のイスズエルフ、マイパックのみに止まっている。マイパックの主要部分は、フランス、サビエムの FF トラックスーパーゴーレットのコピーで、エンジンのみを前車軸前方にオーバーハングさせている。しかし、 これも、また短期間で製造を終了している。ありがとうございます。